では次に一次結合と基本ベクトルについて説明します。例えば4次の数ベクトル3452というのを考えてみましょう。そうするとこれは3倍の1000と4倍の0100と5倍の0010と2倍の0001の和であることはすぐにわかります。このように、 1>, 1つのベクトルが他のベクトルのスカラー倍の和の形で書けるということはよくあるわけですがこのような右辺の形のことを一次結合と呼びますすなわち A1 から AM というのを N 次の数ベクトルとして C1 から CM を R スカラーとしますシグマ記号で書くとこのようになりますが要するに c1a1 たす c2a2 たす ...cmam ですね。まあこういう形のベクトルのことを a1 から am の一時結合と。で、a1 から am の一時結合はもちろんこのスカラが変わると違うものになりますので、まあそれを特に言いたい場合は c1 から cm を係数と呼ぶことにします。 で、えー、あるいは簡単にこの Ci を大 i 成分に持つようなあ M 字の数ベクトルを考えて、係数ベクトルと呼ぶことにします。えー、そうすると後で行列とベクトルの積が出てきますけれども、おこの一時結合は、まあ、行列との積を使って表すこともできるということは後でわかります、えー。ここで最初の例に出てきたような、あ I 番目の成分が1で他が0というようなベクトルですね。1000とか0100とか0010、0001ですね。こういうまあ、I 番目の成分が1で他が0というようなベクトルのことを基本ベクトルというふうに言います。したがって Rn には N 個の基本ベクトルがあって、2の Rn のベクトルはこのように一時結合で書くことができるわけですね。